はい、朝ドラ大好き、まこきたさんです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回も舞い上がれの次週予告ですね。第4週は翼にかける青春となっていますが、10月24日月曜日の第16話では、大学に入学した舞が、とあるサークルに入部する様子が描かれていくようですので、その辺を含めながら予告の方を紹介していきたいと思います。ネタバレを含みますので、その点だけご注意ください。はい、それではよろしくお願いします。はい、それではまず本日放送のありました第11話のトピックスですが、くるみに寄り添う舞の様子が描かれていたこの場面ですね。うさぎのすみちゃんが亡くなって舞自身もショックを受けたはずですが、それでもくるみがうさぎ殺しと同級生からいじめを受けているくるみを気にかける舞が描かれていました。そしてくるみを訪ねていき、うさぎが死んだのはくるみのせいではないと寄り添い、友達思いの舞が描かれていましたね。このドラマではハートウォーミングなエピソードが随所に散りばめられていて、非常に癒されますよね。はい、それでは予告の方ですね。第16話はサークルに入部する舞となっております。大学で人力飛行機と出会った舞は、触ろうとして翼の骨を壊してしまうようですね。その夜、両親に人力飛行機の美しさを語る舞が描かれていくようです。補足ですが、時代は2004年春、18歳になった舞が描かれていきます。舞は大学に進学し、航空工学を専攻するようですね。ちなみにですね、舞が入学する大学のモチーフと考えられるのは、大阪府立大学の航空宇宙工学科と考えられます。現在、大阪府立大学は大阪市立大学と、2022年4月ですから今年の春ですね、に統合されて大阪公立大学となっているようですね。予告に戻りますが、そして親友のくるみから電話があるようですね。携帯を購入して真っ先に舞へ電話をしたようですね。さらに親密になる舞とくるみの様子が描かれていくようです。はい、ということで18歳になった望月くるみ役を演じるのは、大野咲さんからバトンを渡された乃木坂46の山下美月さんです。くるみは実業団のラグビー選手だった父が怪我で失職したせいで、経済的に貧しい子供時代を過ごすことになります。はい、ということで今日も少し出ていましたが、父義治役を演じるのは松尾悟さんです。そしてくるみは舞と対照的に堅実な看護師の道を目指すようになるようですね。翌日、舞は翼の骨を壊した罪悪感と人力飛行機への好奇心から、人力飛行機サークルへの入部を志願するようですね。サークルの名前はなにわバードマン。モチーフとなったのは大阪公立大学堺風車の会であると言われています。そしてこの堺風車の会は舞い上がれでも撮影協力もしているようですね。そこには設計担当の刈谷や女性パイロットの由良がいたということになっていきます。刈谷博文役を演じるのは高杉真宙さん、由良冬子役を演じるのは吉谷彩子さんということで、いろんな方々との新しい出会いがあるということになっていくかと思います。はい、第16話、18歳になった舞にくるみは初めて購入した携帯電話で電話をかけている様子です。お互いに進路は違いますが、舞とくるみは親密な仲になっている様子です。一方、大学に入学した舞はサークルを見学中に人力飛行機の美しさに魅了され、思わず触ってしまい壊してしまいます。舞は壊した罪悪感と人力飛行機への好奇心から
人力飛行機サークルなにわバードマンへの入部を志願し、新たな出会いをすることになっていくようです。はい、最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。それでは次の動画でお会いしましょう。